はい、自宅に帰ってきました。で、今回買ってきたのはね、まあ、少量なんですけれども、こちらになります。はい、こちらの3点ですね。まあ正確には2点なんですけど、こちら今回の新商品になっていて、駅長さんミッフィーのマスコットキーチェーンバージョンと、なんか顔だけのやつもあるんですよね、のミッフィーの駅長さんですねのバージョンになっています。こちらがね800円だったかな。で、こちらが2500円くらいだったかな。合わせてちょうど3300円なので、ノベルティもらえたって感じですね。本当に今回ぴったりでした。まあ、今回のノベルティの絵柄はね、こんな感じで、お母さん、これおばあちゃんかが主役になっています。で、この2点なんですけれども、駅長さんミッフィー、今回ね緑色が初めて出たんですけれども、マスコットキーチェーンとかこういった顔の種類は前回なかったんですよね。ですが去年もね、駅長さんミッフィー青いバージョンが販売されまして、即売り切れしたんですよね。確かね、その時もね、中国人バイヤーがめちゃくちゃ多くて、1時間程度で完売した記憶があって、で、その2ヶ月後ぐらいに再販してたので、確か僕も買えたって流れだったかな。なんかちょっと記憶が曖昧なんですけど、今回はね、大きい方のぬいぐるみは買いませんでした。で、代わりに、まあ、このマスコットキーチェーンとこのお顔買ってきたっていう感じですね。このお顔やばくないですか？めちゃめちゃ可愛い。なんか一瞬さ、このさ、帽子のつばっていうのがなんかピングーみたいな感じに見えてさなんだろうね、ペンギンあ、なんか形が、この辺形ができちゃってる可愛いけどなんか面白い、こんな感じですね。脱げないね。はい、で、こちらもマスコットキーチェーンのやつで、あ、ここ外せるんですね。ネクタイつけてますね。帽子も取り外せない。一応これは脱げるんだね。一応ね、上のね、これだけは脱げるようになってますね。まあそんな感じになりますね。でね、今回ね、もう異常でした。動画でも見てもらった通りで、だいたい1時間ぐらい並んだのかな、1時間ちょっと並んだのかな。いや、もう本当にね、多分今までで初です。僕こんなに並んだことなかったので、トトミッフィースタイルもここまで来たかって、あのミッフィーのこの人気ぶりも、ね、どん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 上がってきてるんだなって思ったら、案の定ね、半分ぐらいはね中国人だった気がするので、まあ、なんか、まあ、いつも通り観光に来てる、ね、外人さんとか中国人の方が、まあ、やっぱ大量に買っていったのかなって感じがします。ただでも中国でミッフィー人気なんですかね。まあ、バイヤーの方もいらっしゃると思うんですけど、転売ヤーとかね、大量に買ってってる人いたんで、1人3つまでって書いたのに、なんか10個ぐらいカゴに入れてる人もいたから、ちょっとはぁって思ったんですけど、何にせよね、無事に帰ってよかったです。本当に大変でした。いや、もうこの季節に並ぶのは本当に危険ですね。ミッフィーザッカフェスタもなんか近々あるようなので、じゃあ最後にこれ飾って終わりにしましょうか。はい、じゃあこの子はね、この辺に飾りましょうかね。こんな感じかな。いいね。いやー、ほんと。一月に一つか二つ増えていくから、やばいね。スペースがどんどんなくなっていく。お顔関係はこの辺にでもかけようかな。あ、表にならないか。どうしようかな。これならなんとか正面になる。ギリギリ。そこ向いてる。よいしょ。で、最後。あれ、これどっちが新作の方だったっけ？新作ってか前回もらった方だっけ？まあ、いっか。お気に入りの方を残しておこう。じゃあこんな感じで今回のノベルティ飾って、今回は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またねー。